ったんじゃないでしょうか。二次三次の中で憧れの先輩いますかっていうことね。いますね。はい。いや、これさ、マジで悩んで、本当にもうなんかもう、いろんな尊敬のジャンルってあるじゃん。憧れとか。いろんなジャンルがあるんだけど、今回はもう、もう何もう、寄り抜きの寄り抜き中の寄り抜き、本当にもう、えりすぐりの、本当にもう、もう、あっくーって、もう、あげるなら、この方かな、みたいなので、もう一人にちょっと絞れなかったので、言うと、まずはね、リゼ先輩。そう、もともとね、二次三次入る前から、リゼ先輩のこと好きでよく配信見てたんだけど、この間さ、少しお話しさせてもらう機会があって、そう、その時に、初めてお話しした時に、もうめっちゃめちゃ優しくてさ、で、その時に配信のアドバイスとか、すっごい細かいところまでしてくださって、しかもその上にめちゃめちゃ気さくにお話ししてくださるから、もう本当にありがとうございますでしかない。もう本当に感謝でいっぱい。今の、いがらせ、本当にリゼ先輩のお力添えのおかげで、みんなと楽しく配信ができてるなんて、もう言っても過言ではないレベルです。そう、応援球団こそ違えどね、同じ野球好きであるので、はい、勝手に親近感を覚えております。はい。そうね、まあ、まずもう本当にリゼ先輩は一人目なんですけど、もう一人、もう、しって言うならというか、もう、なんていう、しって言うならって言うとマイナスになっちゃう。違う、そういう意味じゃなくて、なんていう、たくさんいる先輩方の中で、本当に、この人だけじゃなくて、もう、なんていうの、もう、とりあえず、あげるなら、サロメ先輩。なんだけど、いや、マジで、サロメ先輩はガチで、もう、配信の内容からも最高に面白いし、もう、まず声がめちゃめちゃ可愛いし、ツイートも、わかりやすいし、もうすべてにおいて尊敬してるんだよね。そう、皆さん、SOS 聞きましたか？原曲さ、私めっちゃ大好きだったからワクワクして聞いたらさ、もう本当に最高のレベル超えてた。マジで限界突破してた、本当に。マジでずっとエンリピしてるよ。なんならこの配信の準備してる間にもずっと聞いてた。マジでよかった、おー、本当に。最高すぎる。でね、リゼ先輩とサロメ先輩はですね、私が昨日ちょっとまあやらかした最大級の失敗、大失敗があるじゃないですか。初配信アーカイブ消したやつ。言いたくねえ笑い事じゃないね。笑い事じゃないんだけど、まあ、その時に、大丈夫かなって、気に病まないでくださいって。アーカイブ消えても絶対大丈夫ですってメッセージいただいたの。ディスコードで。ねえ、私その時マジで本当にショックで頭真っ白だったからさ、本当にどうしようっていう感じだったんだけど、お二人のおかげでマジで心折れずにいられたんだよね。しかも今日さ、この配信でメッセージ送ってくださったことを配信でお話ししてもいいですかっていう風にお二人に聞いたら、もうすっすごい気持ちいいくらい、あ、いいですよーつって快諾、もうほんと快諾っていう言葉がぴったりなくらい快諾してくださって。いや、なんかもうほんとにお二人マジで素敵なの。しかも私だってさ、まだ入りたてほやほやの新人の身なのにさ、すっごい優しく気を使ってくださって。なんか自分がもし今後先輩になる機会があったら、同じように後輩のことを気遣ってあげられる人になろうって、マジで思った。本当に素敵な先輩方です。本当にありがとうございます。っていうので、今回、書かせて、あげさせていただきました。はい。尊敬してます。マジで。